こんばんは、サトルです。今日はクリスタルボールの音を聞きながら行う夜のヨガの動画を作ってみました。クリスタルボールはご存知でしょうか？水晶でできた、楽器と言えばいいのかな。その音を聞くとすごく癒されます。本当に眠たくなります。ヨガをする時の音ってすごく重要だと思わないですか？癒される音楽がいいと思います。クリスタルボールとヨガの相性はすごく良くて、ヨガの呼吸とポーズによって体も心も癒され、そしてクリスタルボールの音によっても癒されます。いつも僕はヨガイベントなどで演奏していますが、演奏していると自分でヨガのインストラクションができないんですね。だけど動画なら可能なんです。動画では僕が演奏して、僕がヨガをしています。横っちょの方に僕が演奏しているところを映しておきます。皆さん今日一日お疲れ様でした。ヨガを習慣にしたい人はもう今ここでチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。では今からクリスタルボールの音を聞きながら夜のヨガを一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ最初座ります。安楽座ね。足重ねないあぐらで、手は楽なとこに置いて呼吸します。お尻の骨がマットを刺して、反作用が頭頂抜けて、背骨は少しずつ長くなって、そこに深い呼吸が入ります。呼吸鼻から吸って、鼻から吐きます。長くてあったかい呼吸。肩に力が入ってるなと思った人は、その肩にもう緊張しなくていいよって送ってください。一気に抜けなくても、少しずつ肩がその感情を受け取ってきます。何度も何度も呼吸の音を聞きます。人間って呼吸の音を聞いてると余計な力が抜けてきます。人間ってそういう風にできてます。次の吐く息で両手横に下ろして、吸う息で大きな円を描いて頭の上で合掌して、吐いて胸の前に下ろして、これ呼吸のリズムでいきましょうか。で、僕とずれててもいいです。リズムは呼吸のリズム、呼吸のリズムで手が動いていくから呼吸の音はよく聞きます。で、呼吸の音を聞いてるときに余計な緊張でほどけていきます。もう一回だけ、一切急がず焦らず、戻ってきたら元の位置で二呼吸ぐらい置きます。呼吸の音がよく聞こえていくと余計な力が抜けてきます。じゃあ両足伸ばして、右足曲げて、僕鏡的にこう逆をやりますね。手と足の指を交差に入れて、大きな丸を描きます。で、思ってたよりゆっくりにしましょうか。緊張してると足首もきっと硬いです。で、それを緩めてるんですが、思ってるよりゆっくりにしてください。本当に緩めたいのは、まだどこかせかせかしてる自分の気持ちを緩めてください。ゆっくりした気持ちを送るとちゃんと緩みます。じゃあ逆回し、思ってたよりゆっくりね。
こんなにゆっくりでよかったのかっていうぐらいゆっくり、わざとゆっくり、その時に呼吸の音がよく聞こえます。動き止めてパッとほどいて逆やりましょう。今度は左ね、手と足交差させたら大きな丸を描きます。思ってたよりゆっくり、誰よりゆっくりとか比べる必要はないです。自分が思ってたより、想定してたより、もっともっとゆっくり。こんなにゆっくりっていうのはないだろうっていうぐらいゆっくり。じゃあ逆回し、不思議と呼吸もゆっくりになってきます。特別ゴールもないです。目的地も別にないです。じゃあパッとほどいたらもう一回安楽座ね、二呼吸。それが二呼吸だろうが別に三呼吸だろうが何にも問題ないです。呼吸の音がよく聞こえます。じゃあ右足を前にして安楽座ね、両手前に歩かせていって腰が気持ちいいとこで呼吸します。いける人はおでこを床に下ろしてください。心地いいとこにします。無理してたらちょっと体を起こして、呼吸も体も半々で感じれるとこ。ゆっくり体を起こして、今度逆ね、左足を前にして同じ、今度もう一回両手前に歩かしてダラーンとできるとこ、そこで呼吸します。吐く息ごとに余計な緊張がどっか遠くに消えてきます。もう一呼吸吐き切ったらゆっくり体を起こして、よし、じゃあ四つん這いになって足の指をついてダウンドッグ、体逆さまで膝裏ストレッチ、かかとを蹴ると膝裏ストレッチがよくかかります。伸びきろうが曲がってようがそこは気にしないでください。自分が心地いいとこ選びます。じゃあ次、両足両手の間に歩いていって、膝曲がってていいので両手ついて前屈して、頭最後でゆっくり起きて、クラクラ来たらしゃがみ込んでください。僕見えやすいように真ん中来ますが、皆さん立ちやすいとこで膝ピタッと閉じる、足は気をつけ、多少グーッと閉じたまま膝曲げて腰は弱反っててください。膝ピタッと閉じる、閉じる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 、胸の前で合掌、合掌と合掌もキュッと押す。で、呼吸する。よく呼吸してください。足閉じる、足閉じる。内ももの筋肉がキューッとしんどかったらバッチリ。呼吸する、呼吸する、呼吸する。閉じる、閉じる、閉じる。ぐーって閉じる。ゆっくり足伸ばして。
両手を下ろしてしばらく呼吸。次吸う息で両手頭の上で合掌、大きな円を描いて、吐く息で前屈して膝軽く曲げてダラーンと前屈。吸う息を上がって頭の上で合掌、吐いて胸の前。もう一回繰り返して、吸って大きな円を描いて頭の上で合掌、吐く息前屈。吸う息、頭最後で起きてきて頭の上で合掌して、吐いて胸の前。少し呼吸を置いて、呼吸がかかとから頭頂、頭頂からかかと、長い呼吸が体を通過しているイメージ。今度は足を体より少し開いて、少し外また向けます。今度は吸う時にシャキーンって上に伸びて、吐く息でダルーンって脱力。これ特にやり方ないです。イメージ、吸う時は下から呼吸がかかとから入ってきて、指先にスコーンって抜けて、吐く息でダルーン。何回か繰り返しましょうか。吸う息シャキン、吐く息ダルーン。イメージが中心。イメージと呼吸が大事。正しいやり方なんか別にないです。呼吸繰り返すごとに背面の緊張も肩の緊張もほどけていきます。そしたらお腹の奥が暖かくなってきます。じゃあもう一度マットの前に立って胸の前で合掌、しばらく呼吸して、背骨が自由になってどこまでも長くなって、その長い背骨にまた新鮮な呼吸が何度もやってきます。眉間のシワが消えて、奥歯の緊張がほどけて、口の口角が少しだけ上がります。それが全部セット。吸う息頭の上で合掌、吐く息前屈。膝曲がっていいので両手ついて、おでこと膝くっつける、できるだけ。吸う息指だけにして膝伸ばして目線前、背骨も伸びれるとこまで。で吐く息もう一回膝曲げておでこすね。吸う息指だけ残して膝伸ばして目線前、辛い人はすねにして、吐く息で膝曲げておでこすね。お尻しゃがみ込んで、頭どっち向けでもいいので、マットに仰向け。手足少し開いてブラブラと動かして、目を閉じて、シャバーサナ。特に何もしなくても、あったかいものが自分の内側を巡ってます。むしろ、何もしてない方が、自由に巡ってます。
次の息吐き切ったら膝を立てて転がって起き上がります。もう少しシャバーサナ続けたい人は続けておいてください。僕はこんな感じでスポーツやフィットネスとはちょっと違った感覚のヨガをやっています。ヨガ心地よかった人はいいねボタン、チャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。特にチャンネル登録ボタンを押すことで生活にヨガを取り入れてみてください。無料でヨガを学べるメールマガジンも配信しています。無料で参加できるオンラインヨガも行っています。またヨガの先生にはヨガの誘導の言葉の電子書籍を無料でダウンロードできるようにしてあります。詳しくは概要欄を参照してみてください。では次の動画でまたお会いしましょう。